水戸藩。水戸藩は、日立にあって、現在の茨城県中部、北部を治めた藩。藩長は、水戸城、水戸市に置かれた。日立は、佐竹氏が、豊臣秀吉によって、支配をそのまま認められていたが、関ヶ原の戦いの際に、佐竹義信は、徳川方に加担しなかったため、慶長7年、1602年に、出羽久保田21万国に、 現天法された。佐竹氏の後、三戸城には、下宇佐桜藩より、徳川家康の伊豆松平、武田新吉が十五万国で入ったが、翌1603年に新吉は二十一歳で、病死した。新吉の死により、翌月、家康の柔軟で、当時二歳の長福丸、徳川よりが、新たに二十万国で、三戸に入宝する。1604年。 五万国の数を受け二十五万国となる。一六百六年、頼信は元服した際に、日立之助に除任されているが、一六百九年に、駿河、遠東江東、東、三河、駿府藩五十万国を与えられて転宝し、六百十九年には、紀州藩五十五万国に転宝した。頼信は、紀州徳川家の祖となった。頼信は二歳から八歳まで、 水戸藩主であったが、この間一度も水戸に入っておらず、寸府にて家康の膝元で過ごしたと言われている。実務は、財政面を、阿蘇、沢信主家が、行政面を、関東軍大、稲中寺が取った。1六百七年、1六百二年、六百十五年とも、の秋に、この山瀬村、現、第五町小生勢で、年貢をめぐる農民と、藩役人の行き違いにより、藩が、 小ませ村の住人を皆殺しにする事件が起こった、生瀬騒動。藩の役人が年貢を取りに来て農民は治めたが、また別の役人が年貢を取りに来たこと、年貢の二重取りに対して起こった農民だが、後から来た役人を偽物と判断して、その一人を殺害した。これに対し10月10日、足沢の武が藩兵を出兵させて生瀬村の、農民を皆殺しにしたという。 この事件に関しては、藩の公式記録には一切触れられず、伝承と関連した地名が残るのみである。頼信の,の後に、頼信の,の同母弟である家康の十一男で、当時六歳の鶴千代丸、徳川頼房が、下宇佐下妻藩より二十五万国で入った。頼房以降の藩主家を、水戸徳川家と呼ぶ。頼房も、頼信と同様に、幼少年時は、 水戸に赴むかず駿府、江戸にあり、1619年に初めて水戸に入る。1622年、三万国を加造され二十八万国となる。後三代藩主綱枝時代の一七百一年、新田開発の分を含めるとして、表高を三十五万国に改めたが、この工事騎士はかなり無理があったようである。水藩は、徳川三の中でも唯一三金交代を、 行わない、江戸上府の藩であり、万が一の返事に備えて、将軍木代の役目を受け持っていたとも言われている。そのため、水戸藩主は領地に、不在のまま統治を行わねばならず、物価の高い江戸生活、江戸と領地の家臣の二重化などを強いられた上、格式を優先して、実態の伴わないし直し、表高改定を行っため、内高が表高を工場的に下回っていた。 幕府に対する軍役は表高を基礎に計算され、何事も三十五万国の格式を持って行う、必要性があったため、財政難にあえぐこととなった。頼房は事情により三男の三国を軽視とし、長男の松平頼氏重は、佐抜高松藩十二万国を与えられた。三国は、学問を好み、大日本史の編纂を開始し、水戸藩に、尊老の寄付を植え付けた。 水戸藩で生まれた水戸学は幕末の尊攘上運動に強い影響を与えた。三代藩主繋いだは、法令2年に老人の松並勘十郎を登用して財政改革を実施したが、法令6年1709年の百姓一揆で3000人もの百姓が江戸へ出て様々な集団的自衛行動を取ったため、ヤム学年貢造長の撤回や松並の悲免を行い、 改革は挫折した。方営の改革に失敗し、四代藩主、宗隆氏が短い期間の統治で没し五代藩主、胸元が要少で、三戸藩を継承した折には、八代将軍、徳川吉宗により付け家老、中山信政他の三戸家の重臣が呼び出され、陽君の保育と一話中勤を直接命じられた。さらに、 吉宗以降に、五三夜の幕府による統制が強化される中、寛延二年には、御連氏、市藩の藩主の松平荒博道の曇山藩と松平荒渡る、日立府中藩が、老中、堀田正介の役庭に呼び出され、財政改革の実施を命じられた。このため宗元は、法暦の改革と呼ばれる、藩政改革を実施し、大田助種に命じて、 財政再建を進めたが、法暦六年に、助ケ根が知死すると頓挫した。安永七年には、幕府が再び、水戸藩の過労に、直接細かい指示を与えて、財政再建を命じた。六大藩主事保は幕名に従って、権約に努め、藩主就任以来二十四年ぶりに、お国入りを、果たして完成の改革に乗り出しが、天命の大基金によって財政はさらに悪化した。 終わり藩、奇州藩が藩主の血統断絶、幕府からの財政援助、独立志向の腐賀炉による幕府統制への警護などにより、御三教や将軍家から藩主を迎えたのに対し、三戸藩では市藩からの養子により、藩祖の血統を守った。京主なく死去した八代藩主、成信の後継問題では、清水家から孔之助、徳川成勝を養子に迎えようとする派閥と、 藤田幽国の門人らを中心とした、反祖結党の維持派が対立し、成信の三弟である成明が家督を継いだ。旧代藩主成明は、藩政の改革と幕政への参加を志し、藤田派を中心に人材登用を行うとともに、藩内の保守派の中心となり、幕府との連携を果たそうとする付家老の勢力をそぐため、一般家臣と同じ事業性に組み込んだ。 財政を圧迫した藩主と、不我労の江戸城府制度についても、一年ごとの交代制に改めた。教育改革についても、行動館を建設して、整備を行い、水戸学が反論に強い影響を与えることになった。しかし、強い尊能上位傾向のため幕府に疎まれ、長男の吉奴に家督を譲って、隠居を余儀なくされた。また成りは、 財政難の中で新規召し抱えを行ったため、反財政は、急防を極めた。成明の隠居後には改革派の藤田東子らも免職、秩序となった。十大藩主となった吉奴は、三連氏、高松藩主、松平頼種、森山藩主、松平来誠、府中藩主、松平来縄の貢献の下で反省を行った。なお、十五代将軍、徳川吉信は、 義しの実定であるが、ご三教の一つ一つ橋家を継いでから将軍になった。成明には他にも多くの男子があり、審判、戸様を問わず多くの藩に養子に出されている。水戸藩は幕末には成明が存在感を示したものの、藩内では保守派、諸政党と改革派、天狗党の構想から統制を失い、藩士による桜田門外の変、天狗党の乱、 行動間戦争を招くとともに、反論統一と財政難を克服することができず、幕末政局で主導権を握ることができなかった。水戸藩領は、廃藩地権により、水戸県を経て、茨城県に編入された。審判から15万国、審判20万国25万国、審判25万国28万国35万国1636年。 寛永13年7月以前は、松平聖。水戸藩には、よりふさの後半とし、いざという時に本家を継承する師藩、当主が五連氏と呼ばれるが四家、四連氏あった。明治維新後に、茨城軍21村、幕府領6村、旗本領17村、新張軍一1村、旗本領、相模国三浦軍1村、自社用、鎌倉軍11村、 自社領六村、幕府領五村、旗本領二村、手塩国とままえ軍、手塩軍、中川軍、上川軍、北見国立尻軍が加わった。なお IQ も存在するため、損数の合計は一致しない。関ヶ原の戦いの結果、佐竹家は、秋田へ転覆されるにあたって、水戸の美女を根こそぎ連れて行ったと、続説されるが、これは、秋田の都道府県別日照時間が、 日本で最も低いため色白のものが溢れているように見えたことから左線の合理化で流された無根拠の美融雪と捉えるのが妥当である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。